さて、長いな。まあいつもこんなもんかもしれんが、お、まだロード入るね。さて、お、バルセロナユースフライングドライブシュート、翼くんカウンターフライングドライブシュート、おー、はい、こんにちは、ジャマです。今回はキャプゼロの動画撮ろうと思います。ということでね、メンテア系ですが、新しい選手は翼くんですね。レジェンドガチャ大空翼編ということで来てますね。まあ細かい能力はガチャ画面の方で見るとして、とりあえずメンテ完了のお知らせか、これだね。はい、メンテナンス完了のお知らせ、見てみましょう。レジェンドガチャ大空翼編っていうのが来てますよと。で、UR 希望の架け橋大空翼確定ガチャっていう、まあこれはあれか、天井加担に。で、サッカーハンブルグ VS、ハンブルグジュニアユースチーム対抗戦とショップの商品追加というのが、メンテ内容ですね。で、バレンタインガチャとか、ミスギくんのやつですね、終わりですよと。で、スーパーゼロ祭りの、ガルバンマーガス編っていうのも終了しましたよと。で、ロベルトの、復刻ガチャも終わりましたよという感じですね。まあ、この辺に関してはさ、なんかリーグの不具合で虹玉引き落とせなかったから、ちょっとガチャ期間伸ばしてくれたりとかあるのかなとかっていうのは思ってたけど、まあ俺はね、ちょっと、貯めとくつもりだったから、仮にね、リーグのあの虹玉下ろせてもね、引かなかったんですが、まあもしかしたらね、リーグの虹玉さえあれば天井だったのにとかいう人がいるかもしれないから、まあそういう意味ではね、あのガチャ期間伸ばすんじゃないかなとかって勝手に思ってたんですけど、そんなことはなかったね。はい、そして、スキルの限界突破がね、13まで伸ばせますよというのが、ノントラップランニングボレーシュートとドライブシュート、立ち塞がるタックル、先読みジャンピングカットの4つですね。前二つは翼くんとして、立ち塞がりタックルって誰の技だっけっていうのが全く思い浮かばないんだけど、先読みジャンピングカットはたけしだったかな。で、サッカー格闘技につきまして以下の変更を行いましたということで、交換に必要な格闘技メダルの枚数を緩和しましたよということみたいですね。はい、メンテア系のお知らせに関してはそんなとこですね。で、リーグに関する不具合のね、追記ですかね。リーグにつきまして3月1日から不具合が発生し開催できない状態になっていましたが、修正が完了したので、開催しますよと。クラスマッチは9日7時20分から、今月末までですと。で、不具合のお詫びとして、配られる虹玉が、不具合及び不具合によって、発生したプレイの影響として1200、不具合修正のための緊急メンテナンスで600、期間中のミッション報酬デイリー900、スキップチケット5枚、さらに開催中のクラスマッチ、勝利報酬レインボーリーグメダルが、2170と。なるほど。そんな感じみたいですね。そうかそうか、リーグのへそくり引き落とせないことに対するお詫びはないんだ。そこ重要だと思うんだけどね。へー。で、対抗戦とかも来てますと。これあれか、あの衣装じゃねえ、ユニフォームがもらえるってやつか。で、サッカーは格闘技がまあ来てるよと。この辺もな、なんかもういっかってなっちゃってあんまり手つけてないんだよね、実は。はい、じゃあちょっと新しい翼くんの方をガチャ画面で見てみますか。はい、レジェンドガチャ大空翼ですね。はい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 、まああれだね、普通の UR と一緒で200で交換できるよという形で、10連が2830翼で引けますよってやつですね。で、選手の詳細見てみましょう。なるほど。UR、バルセロナユース、希望への架け橋、大空翼と、属性は SP だね。あれ翼くんってなんか、SP すげえ多くない？あ、でも、技、テクも出てるか。パワーが少ないんだね。なんか、初期の中学生翼くんとか、
技能実装された頃の翼くんとかパワーで出てた気がするけど、その後あんまりパワーの翼見ない気がするな。能力値的には、テクが一番高いですよと。で、全体的にね、もう1万超えっていうか、平均して1万5000ぐらいあるのか、オフェンスとテクが特に高いですよって感じですね。で、チームスキル、希望への架け橋、海外選手の全能力 20%、さらに連携スキルの威力がプラス 35%。あ、これ強いな。連携技打つんだったらこれがかなり強そうだよね。で、共鳴スキル、共鳴技能でね、ドリブルプラス1、チーム全員がこの技能を持ちますよと。さらに技能として、奇跡自身 100%、ミラクル中自身の、全能力が 100% 上がりますよと。で、中盤の支配者はミッドフィルダー5人以上の場合自身の全能力が 100% 上がりますよと。で、躍動する翼、SP 属性の選手からパスを受け取ると自身の全能力がプラス 50%、ユース選手からパスを受け取ると自身の全能力が 50%、自身がボールをキープしている間有効だよということで、まあ、SP のユース選手からパスを受け取れば 100% 能力が上がるよと。そして最後が、ここが俺の、主戦場。ユース選手の数だけ自身のスキル威力が 15% アップなので、まあ、11人として、165% 上がりますよという感じですね。はー、なるほどね。で、カテゴリー的には、エースとアジアと欧州と海外。日本人だけど、まあ、アジアは入るけど、日本は入らないって感じか。はー、なるほどね。まあ、そうか。今までのキャラでも大体そんな感じだったっけ？はい、という感じみたいですね。で、スキルの方は、フライングドライブシュート、従来のドライブシュートに縦回転、横回転を加えることで、ボールの軌道を自在に操ることができるようになった必殺シュート、テクニックが高いほど発動時の威力が高くなるよということで、スキル威力プラス 46%、なんかすげえ中途半端。なんで？マッチアップ時にスキル威力が 46% アップ、有利属性の場合、上昇値が2倍、不利の場合は、上昇値が 3.5 倍になる。うわぁ、3.5 倍。46×35 とかやらせないでよ。ちょっと暗算今無理だよ。ちょっと待って。まあまあまあ、46、2倍だったら、まあ92とすぐ出るが、3.5。ちょっと待って、46、まあ23で3、ちょっと待って、3倍して、3412、サブロック18、138、138に23足せばいいのか ?138 に23足せばいいのか ?150、161、161% で合ってる？ちょっとね、2桁でこんな複雑な暗算を今やらせないでほしい。まあ、ちょっと間違ってても勘弁してくださいと、いう感じですね。お、なぜか、下にレオがいるね。さらに、ナトゥレーザとサンターナもいる。あ、レオがいるね。レオがなぜか、ん？レオだよね。あ、レオがなぜか二人いるね。で、サリナス、ロベルト、こっちの翼くんか、ジュニアユース、大会 MVP の翼くんも復刻と言えばいいのかな。まあ、一応入ってますね。まあでも、今更引いてもって感じで言うと、実質ハズレピックアップっていうことでしょうね、これは。はあ、なるほど。まあ、翼くん以外はね、新キャラではないので、まあでも、あれかな、一応、ピックアップ選手下に乗せてるのは偉いかな。昔ね、これやってなかったから言った気がしたんだよね、動画で。ピックアップで書いてあっても誰だかわかんないから、再度乗せてよっていうね。ここでピックアップやって、ここだけ見てもね、昔のキャラとか覚えてないからね。あれこれどういう能力のやつがピックアップされてんだみたいに絶対あるから。だからまあ、下にね、乗せておいたの自体は親切なんじゃないかなと思いますが、まあ、それにしてもちょっと、1年ぐらい前の選手をピックアップでね、入れられてもね、なんだろう。インフレが激しいゲームだとちょっとやっぱハズレ枠として入れてるな、みたいな感じになっちゃうよね。はい、という感じで、まあ、翼くんの UR 来てるんですが、そうね。これで分かったの？あははって言われてるけど。君たちがイタリアゴールを割ることは 100% 不可能ということがな。まあ、ちょっとね、天井、
踏めるほどの石がないのと、まあ翼くんは UR ね、一応一人あの代表ユニの翼くんなら確保してるっていうのもあって、なんかやっぱ別のキャラの UR を引かないと結局 UR 引いても UR と入れ替えになっちゃうよねっていうところを思うと、なんかそこまで気分的には動かないというか、そんな感じがあるよね。あ、そっか、初めて入ったからか。で、へそくりが7800、ありますよということで、7800ってことは一応3万は超えてるのか。そうね、7800だから3万1000ぐらいは今俺虹玉持ってるよということなんだけど、まあ3万だとして、110連ぐらいだから、まあもうちょっと貯めないと引けないよな。天井までね、やっぱ貯めてからじゃないと不安でしょうがないからね。まあそういうわけなんで、ちょっとね、新しいキャラに関しては、翼くんね、性能チェックというか、まあ軽く見てみましたが、ガチャの方はね、今回、スルーしていこうかなと。まあ見すぎに続きね、翼くんもちょっと UR、スルーしてしまう形になるんですが、まあヘルナンデスの時にね、石使い切っちゃったのが悪いよね。あれはね、道中で出てくれてたらね、もう、あの、次の見すぎとか、この翼とかに、石を回せたのにっていうね、そういう感じですかね。まあでも翼くんに関して言うと、まあ正直、UR 同士の入れ替えになっちゃうっていう意味では戦力アップの幅がね、他のキャラに比べると小さいっていう意味合いもあるので、次に期待かな。はい、という感じでね、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。